光の戦士の伝説。とりあえずセーラ姫と話を。バハムート軍だ。もう来たのか。すぐそばに陣を敷いたぞ。レンさん、ランさん、よかった。ちょうど会いに行こうとしていたところです。あそこに陣を敷いたということは、こちらとの決戦の準備に入ったということですね。どうしますか。こうなったら待ってても状況は悪くなるだけじゃね。ランならどうするの。ガツンと行くしかないでしょう。しかし今のコーネリアに正面からぶつかって勝てる戦力は、時間さえ稼いでくれればなんとかなるかも。え、俺らが後ろから敵のボスを落とす。大丈夫なのですか。まあランってこう見えて意外と喧嘩慣れしてるんですよ。昔はもっとちっこくていじめられたせいでね。うっせえ、大体せは姉ちゃんも一緒だったろ。まあちっこくてってのは半分冗談ですけど、いじめられてたのは本当なんです。こんな腕なので子供は気持ち悪かったんだと思います。でもこの腕ってお母さんと同じだったから嫌だって思ったことはなかったよね。まあな。で、いじめられまくってたランですけど、最初は泣いてばっか。でも私が鍛えた後は喧嘩になっても負け知らず。すごいですね。でもそれってすごく強くなったってわけじゃなくて、勝てない喧嘩をしなくなったってことなんです。そういう危険とか勝負ごとの嗅覚は意外とあったんですよね。根が弱っちいからですけど。うせうせ。でラン、あいつらに私たちは勝てそうなの。楽勝じゃないだろうけど、まなんとかなると思うよ。だそうです。私たちを信用してみます。わかりました。どちらにしてもこのまま何もしなければこのコーネリアは侵略されるのを待つだけです。やりましょう。予言に謳われるミラージュ使いを信じて。ランが喧嘩してた相手とか何も覚えてないのに、この記憶って一体。お前たちが予言のミラージュ使いだな。私はコーネリア第一兵団を率いる団長だ。作戦では先鋒を務めさせてもらう。すでに姫より話は聞いている。作戦開始はお前たちの突入に合わせ、二人の準備ができ次第始めてくれ。いつでも。ゴブリンの陣はあの丘の上ね。行きましょう。
姉ちゃん、俺たちもガッと回り込んで敵の親玉をガッとやっちまおうぜ。先遣隊の話では、暗闇状態になるとこう、そうだ、目薬で暗闇状態を解除できる。ご活躍さっこなのです。おう、二度目？まだ残…敵のボスはここからずっと。負傷した兵を消え出さ。Thank you.
省するな。助かったよ。姫らしき人をこの戦場で見かけたと聞き、少し焦ってしまったようだ。セラ姫を？まさか、さすがにないでしょう。そうだといいんだが、あの方だと、あながち。と、話している場合ではないな。私は大丈夫だ。気にせず進んでくれ。敵のボス、ゴブリンに指示を出しているバハムート兵が、この先にいるはずだ。ああ、任せてくれ。敵のボス。
うわぁ、なんという屈辱。などなくとも初めから決着はついていたが、しかし
まこんなもんだな。前線に
よし、実力通り。助かった。よければ。お姫様、マジだったのか。元気なお姫様だね。セイラ姫、後ろ。危ない。大丈夫ですか、姫。ええ、ありがとう。やべえぞ、どっか降りるところないのか。向こう側から回り込めそうだけど。ダメだ、間に合わない。技だな今の。いや、私にも何が何だか。その光、そうだったのですね。兵団長、あなたはこれよりウォーリアオブライトを名乗りなさい。まさか私も。ええ、コーネリアに伝わる光の戦士伝説、名もなき勇者の心に宿る力、ウォーリアオブライト。
あなたこそこの国のセーバーとなるアプリカントだったのです。アプリカント？セーバー？セーバーとは歴史の転機などに現れる突如奇跡の力に目覚める救世主のことです。またその光を秘めているものを候補者、アプリカントと呼びます。ウォーリア・オブライトの伝説は我がコーネリアだけのものですが、その他のアプリカントは世界各地にいるとも伝えられています。私がウォーリア・オブライト？ええ、間違いありません。確かに先ほどのラーンとレーンから受けた光で長い眠りから覚めたような、そんな気が。まさかあなたたちはアプリカントに覚醒を促す力まで持っているのですか？すみません、前も言ったようにほとんどの記憶をなくしちゃってて。それより、セーラ姫は下がってください。あれが敵のボスだな。ラン、兵士は人間っぽいから手加減しなさいよ。大丈夫大丈夫、弱い者いじめはしねえって。わかってるならオッケー。行くよラン。おい、めっちゃでっかいのです。こいつ何食ってこんなでかくなったんだ。ここがいい。彼らは特権階級クリエイターになるために戦っている人間のはずです。一体何が？
行く年月のり。ともりし時が動き出したか。せぐりはです。何用か。始めるぞ。司祭、問題あるまいな。おお、すべてつつがないわ。では行け。予言は成就させよう。さあ、新たな歴史を綴るとしよう。オッケー、ギルもいつの間にか溜まってるしな。そういえば、な…それは、エナクロ様の…やっぱりそうなんだ。
やるしかないね。かかってきな。
度コーネリアのセイラさんのところに戻ろっか。世界を救いし、